どうも、大の字です。うーったー大の中学校、うーったい小田です。大地です。大の字です。さあ、今日はゲストが、はい、いただいております。この方でございます。はい。安井くんでございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。どこもりざるせやと申します。東野隼人も西野安井。我々もと注目の、いや、そうですよ。そんな風に言ってもらえるんですか。いや、今もうみんな言ってますよ。いや、本当ですか。もうこれはただもうちょっとプロフィールで言うと、はい、沖縄吉本だったんですよね。そうです、沖縄吉本の1期生で、はい、はい、6年沖縄で活動してから東京に出させてもらって、うんうんうん、で今いわゆるなんていうんですか、心霊芸人っていうジャンルでいいんですか。これは一応怪談芸人にはなってはいるんですけど、はい、あの霊視みたいな人の幽霊を見るみたいなものっていうのは、まあ、ユタっていう、はい、僕のおばあちゃんがやってる、沖縄にね、はい、そうそうそう、霊媒師のお仕事をしてる方が、まあ、やるものなので、うん、僕がちょっとこれをやると、まあ、おばあちゃんからめちゃくちゃ怒られるんで、あ、はい、おばあちゃんが言ったの。そうです、そうです。でも亡くなってから僕 の, あの守護霊さんとして一緒にいるんで。あ、今いる。あ、はいはい、あ、普通に分かるんだ。はい、いつもなんか分かんないことあったら、おばこれどうしたらいいのとかって聞いてやったりとかしますね。自分に何かついたりとかしたら。そうなんだ、はいはいはい、いや俺たち本当、うん、まあ俺人望なくてさ、はい、福岡に移籍したんだけどさ、うん、まあ、楽屋気使って福岡の仕事の人が ね一緒にしてくれたの、うん、福岡の方だけど、うん、みんな話しかけてくれなくてさ、うん、でやっぱ俺たちから話しかけないとダメなんだなみたいな思ったら、グイグイ来る若手が一人だけいて、はいはい、そして心霊芸人大観っていうやつで、はい、守護霊見てもいいですかっていう意味でずっと俺たちに話しかけてるだけで別に俺たちと仲良くなりたいじゃなくて、ちょっと守護霊が特殊なんでって言われて見たい人。これちなみにさ、大観ってやつですよ、知ってる。僕はちょっとお聞きしたことないですね。あ、そうなんだ。ちなみに安くんは守護霊みたいなの見えるんですか。あ、一応はい、見させてもらって、まあ、あの人の顔色を伺ったりとかっていうのをしてました。そうです。僕沖縄にいる時に結構先輩芸人さんと一緒に、ご飯食べに行ったりとか何々とかするんですけど、その楽屋でパッて見て、その守護霊さんの顔色見て、なんか機嫌良さそうだなっていう先輩から声をかけて。なるほど、はい、あ、そういう見方もできるんだ。あ、全然、はい。へえ、出るんだね。あ、もう出ます、出ます。ネタ前とか、あとこう大会前とかで、うん、ちょっとこう気持ちがピリピリしてる先輩方とかはやっぱりこう守護霊さんの顔もグッとこうなってるんで、なんかさ、よく言う、はい、僕らが言われたら、うん、いい霊と悪い霊って、はいはい、その割合が悪い霊が 60% いい霊が 40% って、そうそう、はい、早友君に言われたんだけど、俺は早友がね、そういう感じなの。やっぱ早友が見るのって生き霊が結構メインなんですよ。ああ、確かに確かに確かに、はい、確かに霊違うんだ。そうなんですよ、生き霊と配合霊は違うんだ。僕はそうですね、生き霊もまあ見えるんですけど、死霊とあとまあ守護霊さんのまあ雰囲気で僕の場合はまあ見たりすることが多い。そもそも基本的なこと聞いて、人間はこうやって一人で単体じゃん、うんうんうん、はい、霊っていうのは何体、どういうふうに見えてるの、安井君には。あ、もう人がこういると、例えば亡くなってる人の霊こう左右にどっちかにいたりとか、生き霊もそうなんですけど、あの付き合ってる時、例えば漫才師だとしたら自分の立ち位置みたいなもんで、生き霊がつくとしても自分が立ってる位置にこう来るんですよね。で、相手のことをじーっと見てるっていうのがなんとなく分かる生き霊で、で、死霊はもう色味が全然違います。おう、あのネズミ色にちょっと赤と茶色足したみたいな、なんか変な土留め色というんですか、なんか変な色味なんですよ。で、それが狩猟なんだ。そうです、そうです。狩猟の方はまあそういう風に見えてて、守護霊さんはもう本当に頭の上後ろとかちょっとこうずれて、センターずれてても、じゃあちょっと高貴なところにあるんだね、はい、上からこう頭見てる感じで。え、それは安井から見て一番大事なのは何、守護霊。守護霊さんですかね、やっぱり、はい、守護霊さんのやっぱりちゃんとその人が現れるんだ。そうです。守護霊さんはもう常に同じ守護霊さん。いや、これが僕の場合、おばあちゃんが亡くなるまではひいおじいちゃんがついてくれてて、うん、はい、で、おばあちゃんはもともと幽霊が見える仕事をしてたので、はいはい、亡くなってももちろん幽霊が見えるんですよ、うん、ただ幽霊見たことない人が亡くなった時って幽霊見えないんですよ、うん、同じ幽霊同士でも。そうなんだ。もともと持ってる能力以上のことは絶対できないんで、なので亡くなってから幽霊を見ることができないんで、うちのひいおじいちゃんは本当にたまに来ます。
来るんだ、はい、ばあちゃんもうちのじいちゃんが今101歳なんですけど、うん、そのじいちゃんのところに行ったり来たり、僕とじいちゃんとあの兄弟と共有してるんで、おばあちゃんも守護霊シェアしてんだ、シェアしてます守護霊のサブスクみたいな、そうです、はい、へえ、優しくすればするほどずっとついててくれるみたいな感じで、芸人さんとかで見ててこの人守護霊すごいなみたいなあったんですか？いや、あんまり見ないようにはしてきたんですけど、そうなんや、はい、どっちかといえばその守護霊さんって身内の方で例えばこう先祖というか人がついてる時が多かったりとかするんで、はいはい、顔色を見ることはあってもこの守護霊がすげえみたいなのってあんまないくて、まあ、おじいさんがついてんだな、おばあさんがついてんだな、あこの人女の子でこんなにも、キャピキャピしてるのに意外と守護霊男なんだとか、へえ、そういうの、はい、どうしてもやっぱ守護霊さんが、異性だった場合って女の子側もちょっと男っぽくなったりするんですよ、うんうんうん、まあ、そういう面をあんまり見せずにそのアイドルで頑張ってるなとかっていうのは、ちっちゃい時からあったんだよ、霊感は。僕はもう物心ついた時に母親とかにあれ何って言ったら、母親が何もないよっていうのからもうスタートですね。あ、自分ではじゃあもう普通に人がいるとか、そうです、そうです、もう本当に人だと思ってて、うん、あの人薄いなって思って見てたら、うん、ばあちゃんがお前どんな風に見えるかって言われて、おじいさんがいる、あの髪の毛が真っ白のって言ったら、お前見えるなって言われて、あ、おばあちゃん見えてるから、はい、そうか、ばあちゃん見えてる、お前は選ばれたなってことや、はい、答え合わせが、じゃああそこにいるのはどんな風に見えるか、あそこにいるのはって言って僕が言ってって、ばあちゃんが、あ、合ってる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 って言って、じゃあお前苦労するから私がいろいろ教えるからちゃんとおばあの言うこと聞くんだよ、でじいちゃんばあちゃんに育ててもらった、へーって感じです、はい、よくお笑いの世界に行ったね。もう霊媒師になるのだけが嫌で、なんか一個、あ、そうなんだ、もう本当にうちのばあちゃんって朝7時半に起きて8時までにその仏壇にあるお水とか草とか変えてお祈りをして、まあ8時半ぐらいからご飯を食べて、9時過ぎぐらいにはお客さんが来るんですよ。で1日3人から4人のお客さんを見て、夕方になるとお風呂入ってロン缶のビール飲んで、あの1日にタバコラークの赤2箱吸って寝るっていう生活を毎日酒とる、くっそつまんないなと思ったらこれ霊媒師になったらこれやんなきゃいけない、毎日これかって、いやもう絶対嫌だと思って。でも結果的に今霊媒師としての芸人というか、まあまあそうですね、なのでこれ大きな武器なんだ、はい、なのでやっぱ 見ないで階段だけおばあちゃんとのそのエピソードみたいなことを喋るっていう感じ。ちょっと階段も聞きたいんだけど、いや、はいはい、ただまあちょっと俺なんか階段しちゃうと寄ってきたりするから、はい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 、ちょっとそれが気持ち悪くなっちゃうかもしれないんで、はい、ちょっとそこだけ気をつけたいんで、はい、その前にちょっと聞いておきたいことがあって、はいはいはい、守護霊さんに、はい、感謝とかを伝えたいんですよ、うん、はいはい、真面目な話を、はい、どういう、さっきおばあちゃん毎日その水を変えるとか、はいはいはい、そういうことやってるっていうじゃないですか、何かしらやり方が分かんないってこと。あ、これは僕もおばあちゃんのを見てて思ったんですけど、うんうん、その仏壇だったりとかお墓だったりって、うんうん、まあ幽霊が見えない方々からしたらその代役なんですよ、体の代役、はいはいはい、なのでそこに水をあげたり草木を変えてあげることで、あなたたちにこう私は亡くなった後も敬意を表してますよっていうのを見せるん、はいはいはい、なんで別に例えば給料日に僕がやってるのは、うん、ばあちゃんがいなくても守護霊さんでいなくても沖縄の方角に向かって給料を持って、おばあの、お話のおかげで今月もいっぱい稼がせてもらいましたって感謝、はい、口に出して、まあ、ちっちゃい声でいいんで口に出して言ってあげることで伝わってるんですよ、ばあちゃんにも、はい、今月いくら稼いだのみたいなこと聞いて来られたりとか、あ、ばあちゃんから、はい、心配してんだ、そう、生活大丈夫かみたいな、でこれぐらい稼いだよって言ったら、あんたこんだけ稼いだんだったらおじいにお小遣いぐらいあげなさいって言って、僕も毎月じいちゃんに5000円ずつこう送って、101歳のじいちゃん、はい、孫にあのマクドナルドをおごるのが好きなんですよ、あー生きがいなんだ、はい、なので5000円ずつ送っていい、足りなくなったら言ってって言って、うわやるんですけど、でもこれは心がけよう、うん、え、これってちょっといいさ、いろんな芸人さんと会って、うん、いろんな芸人さんの一応集合で見てきたの、言われたら見るの、まあそうですね、その場で、守護霊さんっていうよりは何かついてるみたいなので、うん、見たりとかしたことはあります。え、それちょっと申し訳ない、ちょっと見てもらっていい？あ、分かりました。どんな守護霊で、でも本当に俺は守ってくれる人に感謝したいし、うんはい、まだ例えば俺ね、
福岡に引っ越したんですよ、うん、福岡で仕事があって、はいはいはい、でゼロからなんですよ。自分で家具とか何揃えるかなと思ったら、俺ベッドと紙棚を買って、うんはい、それ一番最初はそれだったの、うんはい、俺紙棚揃える人になったんだみたいな、うんうんはい、自分でびっくりした。この1年神社とかいっぱい行くようになって、はい、紙棚揃えたいなって、新しい家にここあったらいいなと思って、うん、でこう両手とか合わすんだけど、このやり方合ってんのかとかもう俺分かんなくて、はいはい、そう なんかしたいんだよね。あーなるほど、うん、感謝したいのよ。でも何か自分についてるか知らないから。なるほどです。ちょっと 見るにあたってちょっと横に行ってもいいですか。動いても大丈夫ですか。はい、はい、すいません。あ、じゃあ大地さんどう言ってもらって。あ、いいですよ。あ、いいですか。あ、本当ですか。すいません。しっかりあの見たことがあんまりないんですけど。あ、そうなんですね。はい、パッと左手ちょっと借りてもいいですか、はい、すいません。すごいな。え、あ、あ、見てください。すいません、はい、別に今大谷さんの後ろを見てるとかじゃなく、今手を触るって感じ。そうですね。どれぐらいその守護霊さんの影響を受けてるのかっていう。あ、なるほど。守護霊さんのパワーというか、はい、どれぐらい大谷さんに干渉してくれてるのか。そうですね。それは干渉してる方がやっぱいいわけ。影響次第で、うんうん、本人がその守護霊さんに対して感謝しなきゃなって思ったきっかけが多分あるはずなんですよね。ああ、なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、あ、今見てる。あ、なるほどな。これは、守護霊さん自体は、女性なんですけど、うん、多分70代後半ぐらいで、髪の毛短めですね、はい、でばあちゃんかな。ちょっと顔がちょっと怖めの顔ですね。ちょっと、ああ、そうですか、はい、眉間にちょっとシワが寄ってるような、あ、本当ですか、はい、感じで、ちょっと頬骨がこうポコッとこう出てるような。あ、痩せてます。じゃあ、はい、あ、じゃあばあちゃんじゃないか。こうポコッと出てるような感じのお顔の方なんですけど、うん、その方は多分ご心配なんだろうなって感じなんですよ。心配事があるのがちょっと強いく出てるのと、うん、そうっすね、そうですね、生き霊がいる、いて、はい、これはあの正直マイナス思考になります。あ、この生き霊は、うん、どうしてもそうですね、なんか考え方とかが、これでこう今までだったらこうやってこうやってやっていこうって思えてたのが、うん、これでいいかなみたいな、うん、この不安がこうちょっと強くなっちゃって、決断力が落ちちゃってると思うんですよ、はいはいはい、っていうのが多分その生き霊の感じはそんな感じです。でも資料とかはついてないんで、うん、例えばなんかお寺だったり神社だったりとかの鳥居をくぐったりすることはちょこちょこあるんですかね、うん、あります。資料は全然ついてないんで。へー、はい、あ、行くことでやっぱ、あ、鳥居をくぐるとやっぱりそのどうしても資料みたいなものが外れてくれるんで、うん、安くんこれ見てる人とかもちょっと心当たりあるみたいだったら、はい、そういうネガティブな生き量って払えたりするの、うん、それは、ネガティブな生き量は正直やっぱ生きてる人なんで。あ、そうか。そう、正直出役の人ってつきやすい、あ、らしいですね、なんか言ってた、はい、特に俺はつきやすいタイプ、はい、でアンチの人って誰よりも見るじゃないですか、はい、その人が出てるもの、はい、で見てイライラするんですよ。もうムカついてるから、うん、でイライラしてるくせに見るんですよ、うん、その気持ちが強くなれば強くなるほど来るんですよ。なんで一般の人だったらそういう生き量がついてる可能性があるネガティブ思考になってしまったって思うんであれば、なんかこうピンとくる誰かがいると思うので、その人に会わない、見ない、 SNS とかその時期やめるとか、そういう感じで対処ができるんですけど、人が思い出の写真を燃やして消したりとかするのってやっぱそこから来るんですよ。見て思い出したら思っちゃうから相手のこと、だから燃やして消してでなくして、うん、自分の記憶からこう消そうとするのも、うん、一種のこの儀式というかものになるんですけど、それが出役の人って難しいんですよ、ね、どうしてもさらけ出さなきゃいけないから。そうです、そうです。でも例えばこれが消えるには自分自身がポジティブになっていくと、消え、そうそうそう、勝手に消えていくとかそういうのもあるんですか。例えばですけど、自分で決めなくていいものは、相方に任せるとか、っていう感じで、そのマイナスになる要素、自分が落ちる要素をどんどん減らしていく。
そこは相方を頼っていい。はい、もう全然近くにいる人を頼っていいです。全然、まあ、相方に限らず周りの友達とか、はい、マネージャーでもいいですし、まあ、スタッフさんとかでもいいですし。へえ、面白い、はい、そうやってやって、なるべくネガティブを受け入れないようなのを時間をずっと作ってあげて、ゆっくりゆっくりこう改善していくのを待つしかないんですよ、生き量って。払っても絶対返ってくるんです。向こうの年賀、向こうの年賀というから。そうですそうです。要は思えば来るんで無限なんですよ。こいつはちょっと僕のアンチなんですね。アンチでネガティブな。そうですね、はい、めっちゃチェックしてるんだ。めっちゃチェックしてると思います。その生き量自体、性別とかも分かる？分かります。男？いや、この人女の人だと思います。いるんだ。40代半ばかな。ほぼ世代一緒の。この人がなんかどのあれでなったのか、勝手にこうファンになって、勝手に思って、うん、勝手に振られてっていう人がつくんで、やっぱ芸能人って。なるほど。例えば俺好きなタイプ、そうだな、痩せ型の年下が好きだなって言われた時点で、ぽっちゃりした年上の女の人って何よってなるじゃないですか。私は、はい、それでつく人もいるんですよ。ただこの時間、今撮影してるのが1時半とか45分ぐらいじゃないですか、はい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 、この時間につくって結構稀で。あ、そうすか。普通の人って仕事してる時間じゃないですか、うん、だいたい生き量が強く見えるのとかって夜の12時以降。おー、そういうことか。そうなん。夜に思いが募るから。そうです、そうです。だんだん昼に思ってるって相当相当ですね。だから生き量昼間あんま見ないんですけど、夜2時とか3時とか人が寝てる時間夢に見るんですよ、思いが強くて。へー、面白い。で、夢見て向こうに。そうです。相手に。で、本人はもう何にもすることないんで、体自体は、うん、だから意識だけを飛ばして、相手が寝苦しかったりとか、なんか見られてる視線を感じるっていう風に、向けたりとかするんですよね。で、寝る時間が減ったりとか、安眠できてなくて体調崩すっていう。で、俺なんか、なんかついてんじゃねえかなって思わせるんですよ。向こうは今息を飛ばしてる自覚はそんなない？ないです、ないです。あの、黒魔術とか習ってる人は、うん、あの自分で勉強してる人とかは、うん、あの飛ばしてる意識もちろんあると思います、うん、まあ、そうだよね、はい、行けと思ってやってるんで。でもただただ思ってる人っていうのは、親とかもそうなんですけど、お飛ばしてる自覚全然なくて、でもやっぱ自分の子供心配だから、どうしてるかな、ああしてるかな、連絡ぐらい起こしてほしいなって思う気持ちあるじゃないですか、はいはいはい、それで、子供の方に親の念が飛んで、子供側がなんか見られてる気がするっていうので、うん、怖いって言って親に連絡するんですよ、うん、そしたら、あ、そんな怖い思いしてんだったら帰ってきなさいって言って、うん、帰ってきたらそういうのがなくて、実家が安心するっていう形ができちゃうんです。なるほど。女の子とかは特に。これ安井君、例えばその生き量自体をもしかしたら本当は好きっていう気持ちから入っていったのに、うん、いや、そうだ、そうです、それもあるんですよ、はい、好きっていう気持ちから入ってないと、こんなになんかこう顔が怖いんですよ。そう、女の人が見せない、なんかこう歯むき出しにするぐらい、なんかグーってやってるの。あ、怖いな。 それをもう大谷さんに対して直接じゃないけど、何かのきっかけで恨んでる、はい、そうですね。だから関わりがある人なのか、単純に旗から見てて好きになってファンになってっていう人なのか、まあ、YouTube がきっかけなのかっていうのまでは僕は分かんないんですけど、ついてるものしか見えないんで。だけど強くこう思うってことは、多分ライブとかにも来てるだろうなっては思いますね。そういうことがあった時に、はい、対策というか、はい、どういうことを心がけたりしたらいいんだろうかっていう。ま、なるべくですけど、パフォーマンスで、もう僕だったらですよ。僕だったらツイッターとかでちょっとネガティブなことを思ってもないけどつぶやく。え、なんだよ今日うまくいかねえな、何やってもとか。はいはいはい、はい、絶対チェックしてるんで。そしたら向こうはホッとするってことですか？向こうはなんか、ああ、やっぱうまくいってないんだ、へえって、ニヤニヤする、その時間は取れるんですよ。ああ、なるほど。すげえ、すごい性格悪い。向こうを騙さなきゃいけない。すごい性格悪いんですよ。だからそのついてるものが生き量になるぐらいって相当性格悪いんで。へえ。ただ今誰よりも大谷さんのことを考えてるってだけです。なるほど。へえ。それが好きのベクトルだったら全然いいんですけど、好きがゆえに嫌いになったらもう面倒くさいですね。守護霊の感謝も声出して。あ、そうですか、うん、あ、なるほど。もしなんかこうちょっと家に帰って、例えばですけど冷蔵庫開けて、うん、あ、これ買ってあったんだ、ラッキーって飲み物があったりとか、うん、ちょっとしたラッキーの時に、
うわ今日俺頑張ったからかな、守護霊さんのおかげだ、本当にありがとうございますって何でもいいんですよ。なるほど、はい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 、なんかいいことがあるたびに守護霊さんにありがとうって、日頃の行いをちゃんと気にしてるから、ちゃんと見てくれてるんですね、ありがとうってやってると、本人の意思とは関係なくめちゃくちゃ感謝してくれるやんってなって、もっともっとこう守ってあげるっていう形を取らせるパフォーマンスをしないとダメだよってばあちゃんに僕言われたんで、なるほどね、なるほどって、これはすごいためになる。え、そう、ごめんなさい、守護霊っていうのは自分の親族、はい、もしくはまた違う人、もう他人でも一応ありえます。ありえます。そうなんだ。例えば自分の親に世話になった人とか、うん、で自分にはもう子供がなく、うん、自分が亡くなってしまった人とかが、親が大事にしてる息子だから娘だからっていうので守ってくれたりとか、もう全然本当に会ったこともないじいちゃんばあちゃん、ただ自分が長男だからっていう理由で、うん、もう全然母方の先祖とかも来たりとかするんで、る僕がマックス多いの4人ついてました、守護霊さんが1人に4人ついてる守護霊さんもいたんで、相当守られてるなみたいな。僕は1人ですか。1人です。あ、そこは、まあ、ただ今見て1人なんで、まあ、でも真ん中にいるから多分ずっと1人だと思います、この人が。はい、ちょっとこれセンターずれてたりとか後ろに下がってたりとかすると他の守護霊さんいたりするんですよ。ああ、なるほどなるほど。この生き量っていうのを払うやり方っていうのはあんまないじゃない。ないっすね。なんか塩のお湯かぶるとか。あ、塩のお湯かぶるのは資料に結構効くんですよ。あ、だ、言ってた、そうだ、言ってた言ってた。亡くなってついてくるやつとかには効くんですけど、生き量にはあんまり効果ない。自分を清めるって意味では鳥居くぐるのとそんな変わんないんで。あ、そうなんだ、はい、じゃあ僕は神社行くとかお寺行くのはいいことなんだね。あ、いいことです、いいことです、はい、あ、そこ行くことで、変な無駄についてる幽霊とかはどうしても取れるんで、うん、払ってもらえる、はい、そうです、そうです。行ってこう神様に自己紹介だけです、うん、お願い事をするんじゃなくて自己紹介して、どこどこに住んでる何々と申しますって言って、以後お見知りおきをよろしくお願いしますって言って帰るだけで全然大丈夫です、はい、ヨス君そうなってても、例えば俺と同じ状況の人とか多分いると思うから、はいはい、自分の生活スタイルの中でポジティブにしていくとか、あんまり引きずらないとかっていう風にしていって、はい、うん、徐々に自分の運気みたいなのがそっちになるってことももちろんある。あ、もちろんもちろん、そうです、そうです。そっちにして、だから守護霊さんに感謝することとかで、うん、はい、多分気持ちがだんだん変わっていくと思うんですよ、うん、で、守護霊さん以外にも自分の周り助けてくれる人いるな、うん、思ってなくていいんですよ別に、うん、本当に感謝なんて思ってなくていいんで、うん、ただでも、撮影してくれてありがとうとかスタッフさんに言うだけで、支える人たちの気持ちがこう上がるじゃないですか、うん、それで周りが守ってくれるっていう形を。みんなに言ってないな。思ってんだよ、思ってんだよ。言ってないな。ダメですよ、お父さん、口に出さないと。あんたも言ってないだろ、別に。言ってるよ、俺は。いや、お前言ってない、聞いたことない。聞いたことない、聞いたことない。大阪に来てくれて、わざわざありがとうねって。両手握手してるわ。あ、そういうことダメだよ、本当に嘘くさいから。選挙で嘘でもいいんですよ。嘘でいいんです。嘘でいいんですよ。そうだ、見習わなきゃいけないんだ。はい、いやー、これちょっと目から鱗だね、うん、これマジでパフォーマンスでやってみると全然変わります。癖がついたらもう全然変わります。その人ももしかしたらそのアンチっていうものがライブとかでのそのちょっとした顔色だったり、まあ他のスタッフさんに対してありがとうありがとうってやってはけていくのを見て、あ、やっぱいい人だなって言って気持ちが変わる可能性もある。なるほど、めちゃくちゃ簡単なんですよ。なるほど、面白い。例えばツイッターにしても SNS にしても本当に今日も楽しかったな、はい、みんなに感謝だな、本当に感謝、うんっていうよりも、はい、この人なんかすごいやっぱいい人かもって思うかもしれないもんね。何の感にもでも幸せになってたらダメなんでしょ。だから、うん、だからマイナスのことを書いて、例えば今日全然うまくいかなかったな、うん、でも明日撮影スタッフもみんなに会えるし、今日の会ったことを聞いてもらって元気になろうみたいなことを書いてあります。ポジティブ本人はちょっと本当にあれだけど、本当に大手さんの口からそんな想像できない。いや、そんな嘘、いや嘘なのこれってなるから。ツイッター恥ずかしいね、それ思いっきりつぶやいて見られたら恥ずかしいね。我々も見れるから。ああ、大谷さん言うやん。ハッシュタグ感謝、感謝、ハッシュタグ感謝やろ。いや、もう本当にでもこれめちゃくちゃ変わるんですよ。へ、
う嘘だと思ってやってみるわでもうずっと神社通ってくれてる先輩もいたりもするんで、僕もでも実際神社行ってる人は仕事めっちゃあるよな、実際よく見るんですよ、ね、はい、あの後輩の芸人でも今司会とかで活躍してるんですが、はい、大体有名な神社のところでお金出してそういう札とか、うん、旗とかにしてたりとか、はい、結構いるのよ、うんうん、やっぱああいう人たちは実はそこに対してすごい心身深くてね、はい、そうそうそう、だからやっぱ大事なことなんやなっていうふうにすっごい改めて今日思ったね、はいはい、そうですね、だと思います。大津さんは大丈夫ですか、今日安くん来てるけど、この話を流れで見てもらうのめっちゃ怖いんだけど、チャンネル登録しちょくれー。